今回はハードオフオフハウス草加西店に行きます。国道198号線外回り草加西高校前を右折します。しばらく走行して青果市場前を左折します。またしばらく走行しますと横道の交差点で右折します。やはりしばらく走行すると右側に店舗が見えてきますのでここに停めます。2階と店舗前にも駐車場があります。この店もオフハウスと一緒になっている店舗です。店舗入り口は1箇所で同じです。今回買取に出す商品はヤマゼンの HFB102 というセラミックヒーターになります。すでに買取カウンターには多くの買取品が並んでいました。買取をお願いするよう声をかけて査定をお願いします。受付番号表を受け取ります。今回はナンバー3でした。オフハウスと一緒になっている店なので、店舗内も広く商品もいろいろなものがあります。今回ですね、呼ばれるまで結構時間があったので、どんなものがあったかご紹介します。入り口のすぐ横にあったジャンク品のチェックコーナーです。エレキギターなどのチェックもできるようです。楽器コーナーではこの店ではサックスフォンなどの金管楽器が置いてありました。他の店では見たことがないのでここが初めてです。カメラコーナーでは非常にたくさんのですね、ジャンクなんですがフィルム式一眼レフカメラが置いてあります。工具コーナーでは電動工具がたくさんあります。非常に数が多いですね。から最後の写真、これなんで、これラジオらしいんですが、やはり工具のコーナーにありました。生活家電も一通り揃っていて、炊飯器や冷蔵庫、洗濯機など生活必需品も揃います。これらのものを見ていると自分が若い頃一人暮らしを始めるにあたって洗濯機や冷蔵庫などは中古品で揃えたのを思い出します。もちろんその頃ハードオフ、オフハウスなどはありませんので、いわゆるリサイクルショップで揃えたんです。オフハウスと一緒の店ではキャンプ用品やゴルフ用品ですね、それから次に出てくる、釣り竿ですね、これも結構な数があります。オフハウス側の商品では靴や衣料品などがたくさんあります。またですね、瀬戸物などのこれ食器ですね、それから家具や工芸品のようなものもあります。このハードオフでですね、気になったものでオーディオはこの音響の AV システムですね、これがちょっと気になりました。この製品は音はいいんですが、ただかなり古いのでちょっとそこが気がかりですね。 PC 関係では液晶ディスプレイやノート PC などのリユース品が数多くあるんですが、リユース品なので値段が少々高めです。変わったところで真っ赤なマッサージチェアがありました。結構肩が凝る方なんで、3000円という値段だと気にはなるんですが、ちょっと置く場所にも困ってしまいますね。見て回ってるうちに番号が呼ばれたので買取カウンターに行きます。提示された買取価格は300円でした。元々の値段がさほど高いものではないので、このくらいが妥当かなというふうに思いました。このあと、署名住所等を書いてですね、免許証で確認をして買取というふうになります。この明細を見て気づいたんですが、この店住所は川口市の峰なんですね。草加西とは言っていますが店舗は川口市にあるようです。このオフハウスと一緒の店は
面白いものがあるので、次回もですね、このような店舗を探して行ってみようと思っています。店の横側に車を入れたのですが、道路沿いで車が出しにくかったので、正面か2階の駐車場の方が良さそうです。